皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はパン作りの失敗編ということでライ麦粉について語ってみたいと思います。失敗っていうか実験に近いんですけれども、ライ麦粉ですね、配合率あんまり高くするとベトベトになってまとまりにくいし、あとは膨らみにくい、そういうパンを意図的に作る時は全然構わないんですけれども、膨らみにくいです。だいたいそうですね 30% ぐらいまでですかね、入れていってパンとしていいかなと思って。50とか言うとかなり厳しいなっていうのが私の感想ですね。であとねグルテンはもうほとんど少ないっていうかないような状態になってきているんですけれども、こねるとですね粘りがすごく出てくるので、もう生地としてですねもうひどいこねるのめっちゃ大変な生地になります。ニーダーでこねる分にはまだそれでもね、でもちょっと張り付いちゃう感じになったりするので、ライ麦をね入れたいような配合の時には 10%20% くらいだったら割と普通に上がるかなっていうところなんで、そのあたり気をつけて配合率とかやっていただくといいのかなっていうふうに思ったりします。